今回は、王子と踊り子。監督は、ローレンス・オリビエ。1957年の作品です。20世紀初頭、大英帝国、ジョージ5世の戴冠式のため、ロンドンを訪れたカルパチア王国の摂政、チャールズ大公と、アメリカ人女優、エルシーの、甘く切ない恋物語です。主演は、ローレンス・オリビエとマリリン・モンロー。精神的に不安定だったモンローが、遅刻を繰り返して撮影が思うよう進まず、現場は地獄の沙汰だったとは、全く想像できない、無垢でエレガントなモンローの容姿。存在そのものがすなわち、黄金のごとき価値を持つ、本物のスターの所作を我々は目撃します。